さあそれでは次に肘の部分で正中神経を同定してそこから手首の方に正中神経を追いかけていきましょう特に肘の部分からその下仁王神縁位の部分までは初めて童定をする部分になりますそこに注目をしていきたいと思いますこの動画は LIFE Support and AnesthesiaLISA に連載中の「がっくんと一緒エコー解剖の広場」の付属動画です 動画の内容を詳しく勉強したい方はリサも合わせてご覧ください。説明欄にリサのウェブページのリンクを貼っておきます。ちょうどこの肘のしわの部分で内側から3分の1ぐらいのところ、この肘のくぼみからやや外側のところに指を当てます。肘をぐっと伸ばして、指を当ててあげると、はい、指の下に上腕動脈の拍動を観察できます。 この部分にプローブを当てていきます。そうすると、スッと、はい、画面中央に、上腕動脈の拍動を観察できます。ここからプローブを内側に動かして、この上腕動脈を画面左に持っていきます。スッ。はい。そして、この、これですね。 これが滑車の骨輪郭になります。プローブを軽く上下に動かして、す一番この骨輪郭がはっきり見えるところを描出します。はい、これが滑車。これが上腕動脈。そしてこれが正中神経で、これが円肝内筋、上腕頭になります。 さあそれではこの位置から手首まで頑張って正中神経を同定していきましょうここから少し手首の方にプローブを動かすとこの正中神経は円肝内筋上腕との深層に入っていきますいきますスッとはいこの部分ですね円肝内筋上腕と正中神経 そしてこの部分では、正中神経は、尺骨動脈と接しています。もう少しだけプローブを肘の方に動かすと、スッ。はい。ここがいつも見ている肘から尿繊維のところですね。円界内筋上腕と、正中神経、円界内筋尺骨と、そして尺骨動脈になります。 えー、ここから先はですねいつもやっている通りです手首の方に向かってプローブを動かしていきます正中神経はここからスッここを通ってスッここを通ってスッここを通ってスッちょっと見にくくなりますけども ここを通って、すっ、はい。最後、よいしょ、見えますかここですね、この部分で、お手根じ帯の真下に出てきます。さあ、いかがだったでしょうか肘の部分では、体表の近くにあった正中神経が、すっと、円喉内筋上腕との下に入ってきて、 その真下に尺骨動脈があって、そこからまたプローブをスッと下に動かすと、この2つの構造物の間から円回内筋尺骨等が出てくる。非常にダイナミックで面白い変化ですので、何度も何度もプローブを動かしながらこの変化を楽しんでください。